この試合に注目だ。あ、見ちゃった。ズバリライバルを。同期がな。そう、俺らの年になるとやっぱ B2 になるといないんですよ。やっぱ結構引退してる選手もいるし。春季、さっき出た春季とか、あと岡田さんとか、息子の年齢近いんですよね、2人とも。完全関係ない。同級生なんですよね。僕の息子と。そうなんや。そういった面でも、やっぱちょっと、行くパパ、行く面として、そういう目線は負けられんなと思って。やっぱインスタとかにもやっぱちょいちょい載せてるから可愛いなと思うんですけど、まあ、そういう可愛さの面でも僕の息子もこう負けられないぞと思ってプレーしましょうか。じゃあ落合さん言っておきますか。落合さん今目に入ったで、まあ、上級生でまあね、まあおもろいんすよ本当に。あの落合とはめちゃくちゃだよね。もうむちゃくちゃとか言っちゃダメだけど、本当あのね87年世代ってあこういう世代なんだっていうことが何ていうんですか、粒揃いが多くて、その中でやっぱり落合さんね、今3対3で一緒に、ね、代表としても戦ってますし、うん、一番やっぱ話しますしね、同年代で、まあ、よく会えますし、彼はねモデルですからね。モデル来るんですよ。すぐモデル来るんですよ。本当に本当にすぐ髪の毛チェックしたりするから、ライバルというか仲良しというか、まあでも3対3ではね、ランキングでも彼が1位で僕が2位ですから、うん、いい意味でもライバルというか、うん、かつチームメイトで競い合える、いい、ね、